カワボール、ユトフにエリス、ユトフのシュート、いや竹内も行った、ユトフ仕掛ける、ユトフのこのユトフにボールが取りました。ピックアンドロール、スリーを打ってくるユトフ、決めた、32対30、ヘッドコーチになりましたからしっかりボール持ってとおそらく取られるでしょう。おーありゅう、ノーミが弾きましたがシェファーへ、ユトフが飛んできました。その前ユトフ、ユトフがパスでプリズマス。ここは第1クォーター残り7秒というところです。ユトフのスリー決まりました。綺麗ですね。プリズマス、ユトフかわす、最後はレイアップ。長野、ユトフ、スミッチ、ユトフと三田原のマッチアップになっています。ユトフのフェイドウェイ、決まりました。柔らかいです。ショットクロックは7秒6秒で打っていきましたが、ユートさあ取った、ユートのプレー前に出す、うまい、90点、エドフ奪う動きから、おお、いや素晴らしいセーブですね。ここはダンクということになりました。42対43、あーこれパスが渡らない、ほぼ3対2ですね。クリスマスからユトフです。アートバスケットカウント、ユトフはスピンかける、このユトフのスリーどうか、ディープリーの手が消えました、打ってきた、これ落ちました。そしてその後、おお素晴らしい、しぶとかった、ユトフそのベースラインのところバックシュート、ーバックモーションからの速いバック回し、アウトカバーを取ると、ユトフのスティール、今までですから次のコーナー、あーユトフ、ユトフのブロック、ローレン選手アタックさせてもいいかなと思います。なるほど、そこでフリースローもらうという、さあユトフ、ユトフ、ユトフは素晴らしい、ここで仕掛けるユトフ、ユトフのジャンプシュートは決まった、リトル君ありますからね、はい、ユトフはボールをついて入ってきた、そうですね、そういう風にしてるんだと思いますね。ユトフ、ユトフ自分で打つ、